皆さんこんにちは。岐阜県のご当地アイドルルート2ごっぱのみかんです。いつもおたどるみかん TV のこの動画を見てくださっている皆さん、ありがとうございます。今日はそんな、SKE ファンの方にみかんからお願いがあります。みかんが所属しているこのルート2ごっぱなんですけど、今、NIG2022 という、アイドルの頂点を決めるイベントに出場しています。こちらのイベントでは、3月10日に、NIG2022 決勝大会が行われて、その次の日の3月11日金曜日に NIG フェス2022が行われます。でこちらはどちらも、舞浜アンフィシアターという会場で行われます。で昨日ね、この2日目の NIG フェスの、 出演者が発表されたんですけど、第1弾、第2弾、第3弾といって順番に発表されていって、で昨日その第3弾の出演者が発表されて、そこになんと SKE48 さんが出場されるということが発表されました。みかんの夢である SKE48 さんと共演する夢が、叶うかもしれないというね、チャンスが目の前に来てるということで、本当にこのチャンスを逃したくないって思ってます。で今はその、NIG フェスの1日前のその決勝大会に出場するための、準決勝リーグというのが、今ねちょうど行われている最中で、その期間が2月14日バレンタインデーまでとなって、残り、8日となってます。でもちろんもうね知ってくださってる方もいると思うんですけど、今本当に皆さんのご協力がもうさらにさらにもっと必要な状況なので、改めてね動画でこれ撮らせていただいてるんですけど、ちょっとねその協力していただくための方法、応援方法をね教えたいと思います。審査基準はこのみくちゃんのライブ配信ポイントって言って、皆さん SKE ファンの方はやっぱ結構、ショールームをその見てる方が多いと思うんですけど、みかんもこのイベントの出場が始まってから初めてこのみくちゃっていう配信アプリを取って配信をね今やってます。でこのみくちゃは無料でねアプリダウンロードできます。でこのアプリをダウンロードしてもらって、このねこういう感じなんですけど、みくちゃの画面は。でこのイベント上にいくつかあって、イベント、ライブ、公式番組とかって、でイベントのところを押してもらって、でここの NIG2022 ってあるんですけど、このブロックが ABC って3つブロックがあるんですけど、みかんたちルート2ごっぱは A ブロックに、ここに A って書いてあるんですけど、 A ブロックに入ってます。で今はこちらの2位のところにルート2ごっぱあります。でここを押していただいて、これがね公式の画面なんですけど、そこからあの動画を配信するときは動画配信をしてます。でこの、2番目にある動画のライク数っていうのがあるんですけど、それはこちらのこのねルート2ごっぱの中の最近の動画っていうのがあるんですけど、そこに動画がいくつか載ってます。ここにありますね。でここの画面見た時は4つしか載ってないんですけど、このもっと見るっていうのを押してもらうと
全部出てくるので、そちらの動画でをあのいいね、このハートを押してもらうと、そのこのハートの数によってあのポイントが加算されるので、より数があの多いグループがポイントが高くなるので、そのハートを本当にあのピッて押すだけで、そのみくちゃのアプリを取っていただいて、あのハートを押すだけで応援につながるので、ぜひよろしくお願いします。そしてあとこのツイッターの、リツイートと引用リツイートの数ですね。こちらは、私たちルート25っぱのツイッターがあるんですけど、こちらです。こちらのこのルート25っぱの、ツイッターのここに一番上に固定した固定されたツイートっていうのがあります。でこれのあのところのこのリツイートボタンを押していただきたいです。今530リツイートで85の引用リツイートになってます。でそのリツイートとプラスあの引用リツイートって言って、そのツイートに、あ違う、引用リツイートはそのツイートにちょっと文を加えてあの引用するよっていうやつなんですけど、それもプラスでやっていただくとあの2ポイント分になるので、あの皆さんツイッター持ってると思うんですけど、そちらであの数を増やしたいので、まだやってない方ぜひしていただけると嬉しいです。でこちらの最初のねみくちゃんの配信ポイントっていうのは、あのみかんたちルート25パのメンバーがそのみくちゃ内であの配信してる時にあのポイントを投げて、ポイントアイテムとかを投げていただくことによってポイントが加算されていきます。それも審査基準の一つになります。ということで、あの分かりましたかねあのもう一つルート25っぱの公式の YouTube の方でもこういう今日みかんが話したみたいなことをあの話してるので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいなと思います。こちらのね Twitter のリツイートとか引用リツイートは皆さんあの SK ファンの方は皆さん Twitter 持ってると思うので、あのしてない方していただけると本当に嬉しいです。まず今はね決勝、準決勝なので、この SKE さんとのあのみかんの夢もその準決勝をまずクリアしないと上に行けないので、まず14日までの準決勝で頑張りたいと思うので、皆さんみかんに力を貸してください。 SKE ファンの方の力を貸してください。よろしくお願いします。ということで、以上ルート25パのみかんでした。よろしくお願いします。